はい、皆さんこんにちは。あ、そうですね、この中でなかなか大きな声出せないんですけれども、今日は帯広競馬場へようこそいらっしゃいました。ただいまからですね、放送の方を始めていきたいと思います。今日はですね、私ども帯広市内にあります、広い気持ちでホースマンシップというですね、乗馬をやったりとか、馬の関わり方を、学んだりとかというそういう意思ですからやってきております。今日はですね、久しぶりのこの放送ということで、もう約1年ぐらいコロナの影響でできなかったんですけど、やっと念願かなってですね、今日開催することとなりました。ぜひ皆さんで、今日は大きな声で応援できないので、しっかりとしたこう拍手をいただければなと思うんですが、ちょっと拍手を練習してみましょうか。いいですか。いきますよ、皆さん、せーの。はい、ありがとうございます。まあ、そんな感じで、お馬さんたちがいっぱい連れてきてます。今までの中で一番多く連れてきたんじゃないかな、5頭ほど連れてきておりますので、ぜひですね、皆さん楽しみにしてください。さあ、それではですね、まず最初にですね、前競馬情報賞名物の、いろんなですね、馬の蹄鉄を使ったゲームを行います。さあ、皆様拍手で応援してあげてください。それではまず最初の方、どうぞ。いいですよ、もう投げ方自由です。下から投げて、ちょっと大きかったですね。はい、じゃあこちらの方が優勝です。皆さん拍手してあげてください。今日は、これを使ってですね、蹄鉄を知恵の輪やっていきたいと思うんですけど、じゃあいきますよ。こうやって取ります。3、2、1。はい、はい、どうもさあ、こんな感じで、さあ、ゲームもね、いろいろやらせていただいたんですけれども、ここからはですね、実際のお馬さんが出てきます。そういったお馬さんね、今日はですね、5頭ほど、牧場から連れてきましたけれども、我々の牧場ではですね、馬と一つのこう、信頼関係を得るこうナチュラルホースマンシップという、そうですね、まあ、どちらかというとこう馬に向き合う姿勢とか考え方のことになるんですけれども、そうやって馬とコミュニケーションをとってですね、関わっていくということをやっているんですけれども、今日はそういった、馬との関わりのお披露目の章でもあります。お馬さんがうまくいった時にはですね、皆さん温かい拍手をお願いします。さあ、準備できましたか。まずじゃあ最初はですね、スタッフのレイミーと、マディソンでお願いします。はい、皆さん拍手してあげてください。はい、こんにちは、ありがとうございます。はい、それではですね、いよいよホースショーを始めたいと思います。先ほど紹介していただきました私レイミーと言います。そして隣にいるのがマディソンという名前の男の子のお馬さんです。それと私はサツキです。そして隣でいるお馬さんはリンという女の子のお馬さんです。はい、それでは皆さん最後までどうぞよろしくお願いいたします。はい、しっかりお辞儀ができましたね。ですね、ここに今出てきてくれてるお馬さん、実はクォーターホースという種類のお馬さんなんですね。で、その種類はですね、アメリカ発祥と言われていまして、4分の1マイル、約400メートルの距離をどれだけ速く走れるかと改良された馬の種類になっています。さあ、この2頭とね、一緒にやっていくんですけれども、まず皆さんにちょっと馬のことをね、知ってもらいたいなと思ったので、私実はこう馬のクイズを3問ほど考えてきました。今回皆さんとこの3問ね、答えていただきたいなと思います。それでは馬クイズやってみましょう。はい、それではですね、第1問じゃじゃん。はい、皆さん馬の顔をちょっとよく見てください。耳ですね、馬の耳見えますか。お馬さん実は馬の耳で表情を表しているんですね。さあ、では問題です。怒っている時の耳の形はどういう風になっているでしょうかというの問題です。これ選択問題3つ考えました。1、耳が前にピンと立っている。2、耳が横に広がっている。はい、3が耳が後ろにビターッと倒れ
ているか怒っている時の表情の耳はどんな形でしょうか。さあ皆さん考えましたか。では1番だと思う人手を挙げてください。耳をピンと前に立てる。おちらほらいらっしゃいますね。はい、では 2番の耳が横に倒れず横ですね、広がっている。おー、はい、では 3番耳が後ろにベタッと倒れている。おー、結構いっぱいいらっしゃいますね。はい、では正解はダラダラダラじゃん、はい、3番の耳が後ろに倒れているでした。はい、正解した人拍手。そうですね、馬はですね、怒ると耳を後ろに倒して、これを絞るというんですけれども、耳を後ろに絞って怒った表情をしているので、馬さんと触れ合うときはちょっとどんな表情をしているかな、怒ってないかなっていうのも見ながら近づいていってあげるといいかもしれないですね。 OK、 では第2問いきます。馬の歯についての問題です。人間の歯は28本あるんですけれども、馬の歯は何本あるでしょうかという問題です。まあヒントとして、馬の歯、前歯ここから横ここぐらいまで歯があります。見えますか。前歯からここぐらいまで歯があります。さあでは1、28本、人間と同じ。2、36本。4、80本。さあどれでしょうか。では正解は36本です。大正解。はい、馬の歯はですね、実はこう前歯があって、真ん中歯のないところがあるんですね。歯がなくて、で次に奥歯というふうな並びになっています。はい、それでは最後の問題です。第3問、じゃじゃん。馬の歩き方ちょっと今見てください。波足という一番ゆっくりな動き、波足という動きなんですけれども、この動き実は人間もやったことのある動きになっています。はい、その動きとは一体何でしょうなんですけれども、今回この3問目だけは、手を挙げて答えていきたいと思います。では分かる人。はい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 、分かる人。はいはい、大ヒントが出ております。はいはい、あでは、はい、手を挙げてくださった。はい、大正解。正解は、はいはいです。あ、お見事です。と、私たち赤ちゃんの時にはいはいという動きをしてるんですけど、馬も同じ動きで動いてます。はい、大ヒントをちゃんと聞けましたでしょうか。はいはいって言ってました。ここからはですね、まずはちょっとね、マディソン君と一緒にやっていきたいと思います。はい、マディソン君、自由に動ける状態にしてあげた方が馬の動きなどもね、よく見えると思いますので、もう取っちゃいます。さあ、取った状態でいろいろ調整していくんですけれども、まずこの自由な中で一緒に歩くことができるかどうかっていうのを挑戦したいと思います。ではね、私は前に指示を出すので、前にちょっと行ってみようと思います。ではマディソン君、前に行きましょうって言ったら、あ、ちゃんと動き出してくれましたね。ではちゃんとついてきてくださいね。私右に行きます。お、しっかりついてきてますね。ではですね、ここからちょっと走ってみようと思います。さあ、遅れずマディソン君、走ってきてくれるでしょうか。はい、一緒に走れてますね。で、ここからさらに楽しそうにスキップ。はい、馬のスキップ楽しそうですね。はい、ストップ。はい、見事ちゃんと止まることができました。あとですね、一緒にスキップ楽しそうなので、ここでちょっとね、ダンスをしてみたいと思います。横に歩くカニさんダンスなんですけれども、じゃあマディソン君、横に足をクロスして、はい、1、2、1、2、はい、反対も1、2、1、2というふうに、はい、カニさんダンスどうでしょうか。はい、しっかり動けましたね。 OK、じゃあここからはマディソン君にちょっと円を描いてもらいましょうか。ちょっと私も一緒に走るのは大変なので、じゃあ私の周りを今度はしょ、じゃあ勝手に
一生懸命一人で走ってくださいと言うと、はい、離れず自由に走ることができるんですね。じゃあ方向も変えてみましょうか。はい、自由に回っています。でここからですね、マディソン君にある数字を書いてもらうんですけれども、マディソン君の後を追ってみてください。どんな数字が見えてくるか皆さんちょっと考えていきましょうか。じゃあ行きますよ。はい、じゃあマディソンこっちに来て、はい、ぐるっと回って、もう一度こっちに来ましょうか。はい、こっち、はい、分かった方いますか。数字の8という字が出来上がりました。はい、ありがとうございます。さあではね、マディソン君ちょっと一人で走ってるのも寂しいので、ここでお友達連れてきてもらう、さっきのリンちゃんですね、来てもらいましょう。まあ群れで生活する動物なのでね。でマディソン君とちゃん、実は群れで一緒に生活をしているお友達です。はい、なので一緒にリンとマディソン並んで走ってみたいと思います。さあ2人とも離れないように、もう一回やってみましょうか。ついてくるでしょうか。 OK、 じゃあ並んだまま走ってみましょう。はい、2頭しっかりビタッとくっついてますね。はい、じゃあそのまま走ることもスキップスキップ。はい、2頭もスキップできました。はい、ストップ、ありがとうございます。それではですね、今度は2頭で今ねぐるぐる回ることができたので、ちょっと並び方を変えてみましょうか。並び方を変えると、ある乗り物、見たことある乗り物に見えてきます。さあそれは何なのかちょっと考えてみましょう。 OK、 ではマディソン君先に行きましょう。次にリンちゃん、さあ私を中心にくるくる回りました。さあ遊園地なんかで見たことないでしょうか。はい、生メリーゴーランドの完成です。はい、ありがとうございます。 OK、 さあしっかりと2頭揃って走ってくれたいですけれども、りんちゃんはまずここで登場、交代しまして、実はですね、種類の違うお馬さん、お友達を連れてきているので、その子とコラボをしてみたいと思うんですね。マディソン君とコラボをしたいと思うので、はい、じゃありんちゃんお疲れ様でした。マディソン君もうちょっと頑張りましょう。ラッピーちゃんはですね、マディソン君よりも小さくて、馬の中ではポニーと呼ばれているんですけれども、世界中に馬は約250種類以上いると言われています。そしてラッピーちゃんは体重は約100キロと、バンバの10分の1の大きさになっていて、とても小さいことがわかると思います。そして、ラッピーちゃんなんと、ここ万栄競馬場で生まれたお馬さんなんです。そんなラッピーちゃんとこれからいろんなことに挑戦していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあこんな大きさの違う馬同士で、こういろんなことを何ができるのかなっていうのを見ていただこうかなと思うんですけれども、まずじゃあ足の長さ、体に違いますね。この足を見ていただきましょう。OK、じゃあまずマディソン君から歩きながらですけれども、前足、この長い前足を使って変わった歩き方ができます。いきますよ。じゃあちょっと見ててください。せーの、はい、1、2、1、2、前足を、長い足を高く上げて更新することができるんですね。はい、マディソン君かっこいいですね。はい、ありがとうございます。ではラッピーちゃん、何ができますか。はい、ラッピーちゃんはちょっと長い足はないんですけど、犬の芸みたいな、こんなことをしてみたいと思います。それでは一周なので見逃さないでください。いきますよ、せーの、ラピーちゃん、お手はい、ありがとうございます。お手と言ったら今度反対側は、せーの、おかわり
はい、こんな感じで短い足でも前に出すことができました。はい、とても可愛いですね。ワンちゃんみたいですね。賢い動物だというのが分かると思います。さあ、今度はですよ、突然なんですけれども、皆さん寝るときってどんなポーズで寝ますか？やっぱり寝転がって寝ることが多いと思います。馬はですね、草食動物って逃げる動物なので、常に立った状態で寝るっていうのが馬の寝方なんですね。なのでよっぽどなことがない限り横になったりとかしないんですけれども、今日ね、皆さんに心温かく見守られる中で、ここで寝れるかどうかっていうのを挑戦してみたいと思います。はい、では皆さん見守ってくださいね。寝てみましょうか。ラッピーさんも寝てみましょう。ではマリさん、ラッピー寝てみましょうか。ラッピーちゃんは寝れました。早いですね。マリソン君頑張って。やっぱりね、寝るのにもちょっとね、おまさんには勇気がいるので、寝れるかな。頑張れ。鹿はでもね、探っているので、寝れる場所を探していますが、寝れますか？頑張って。寝れそうだけれど、あ、寝れました。無事寝ることができました。よかった。だいぶ端っこですが、さあ、ここでですね、2頭で可愛いポーズを撮りたいと思いますので、皆さんカメラの準備いいですか？シャッターチャンスですよ。はい、ではせーの。なんと、はい、馬のお座りです。はい、可愛いポーズですね。さあ、写真は撮れましたか？ちょっと背中姿で申し訳ないんですけれども、こちらのお客様ね、はい、しっかりとポーズ決めることができました。それではですね、ここで最後のチャレンジです。それはジャンピングチャレンジ。はい、ということでですね、今そちらに真ん中にね、ピンク色のドラム缶を置いてあります。このドラム缶を皆さんの前でジャンプしていこうかなと思います。はい、ではですね、マディソン君から挑戦したいと思います。やっぱりね、マディソン君大きいのでね、これぐらいは余裕で飛んでくれると思うんですけれども、やってみましょうか。はい、マディソン君かっこよく飛んでほしいですね。はい、では行きます。さあ、ちょっと助走をつけたいです。しっかり飛ぶことができました。よし、じゃあ今度はラッピーちゃん行きましょう。はい、ラッピーちゃん行ってみます。ちなみになんですが、ラッピーとバレるこのドラム缶ですね、並ぶとこんな感じでほとんど大きさが変わりません。こんなのにちょっと挑戦してみたいなと思います。さあ、勇気を振り絞ってラピちゃん飛べるでしょうか。頑張って助走をつけていきましょう。はい、ではジャンプ。すごい。やっぱりこの大きさは難しいか。はい、じゃあちょっと勇気がなかったみたいなので、もう一回やってみたいと思います。さあ、今ところやってみたいんですが、はい、それでは2頭のジャンピング、これで大成功ということで、はい、ありがとうございます。さあ、それではですね、ここで一旦2頭のコラボは終わりにしたいと思います。それでは次はですね、馬といったらやっぱり乗馬を想像しますよね。はい、乗馬といえばこうね、やっぱり道具をつけて乗るイメージなので、この馬に今から乗ってみたいと思います。はい、この子の名前はですね、ホッパーです。ホッパーという名前の男の子のお馬さんです。はい、で、背中につけているのがこれ鞍ですね。馬に乗るための鞍と言います。そしてホッパーの口から、はい、口にハミと加えていて、そこから紐がついています。これを引っ張ることで馬を左右に動かして、右手、左手とハンドルの代わりになっていますね。で、では乗ってみましょう。せーの、よいしょ。はい、ちゃんと乗ることができました。では実際に動かしてみたいと思います。
まずはですね、まっすぐ進むでしょうか。はい、じゃあ前に行くよ。じゃあ右に行ってみます。右を引っ張ると、はい、鼻が右を向いてしっかり右も右回り。はい、じゃあ今度は左、はい、ちゃんと左に回ってくれましたね。 OK、 はい、じゃあストップ。なんと馬はここからこんな動きもできます。はい、バック。はい、意外とね、お馬さんも乗ったままバックすることもできますし、なんとここからさっきやった、はい、カニさんダンスのように横に動くこともできますね。さらになんとなんとこの場で、はい、前足を大きく使って小さな円スピンと言いますね。はい、くるくる回ることもできます。さあ、お馬さんはですね、走るスピードによって走り方、足の運びを変えているんですけれども、今ゆっくり歩いているのがダミ足と言います。ここからスピードを変えてみましょうか。さあ、変わったの分かりました。 1,2,1,2 のリズム、これ早足と言います。ではもっとスピードを上げていくと、はい、タカタンタカタン、さあ、駆け足という走り方になります。では、はい、急ブレーキをすることもできるんですね。はい、今回3種類紹介したんですけれども、競馬で走っている、全速力で走っている走り方は週歩という言い方になっていますけど、ここはここではご披露できないんですけれども、はい、さあ、馬に乗ってこう道具をつけて乗ってみたんですけれども、ちょっとあることに挑戦したいと思います。さあ、ではちょっと入ってきてもらいましょうか。実はですね、りんちゃん、はい、道具をつけずに出てきてくれました。はい、何をするのかちょっと察していただけた方はいるかなと思うんですけれども、裸馬、道具をつけない馬に乗ってホッパー君と同じことができるかどうかやってみたいと思います。はい、やってみませんが、ここから足を上げてもらっていいですか。はい、失礼します。ちょっとね、恥ずかしいことに私は下から乗ることができないので上げてもらったんですが、さあ、りんちゃん、道具をつけずに走ることができるでしょうか。まずは前に進んでみましょうか。はい、じゃあ今度は右ですね。さあ、道具、ハンドルを持ってないんですけれど、右に曲がりました。はい、じゃあ今度はですよ、今度は左、はい、しっかりと方向を変えてくれましたね。さあ、それではですよ、ホッパー君、さっき何をしたかというと、ここからバックをしましたね。後ろに下がること。はい、そこからじゃあ横に歩けるか、横に横に、はい、ちゃんと横に歩くこともできましたね。さらにはこの場で、はい、しっかりとよいしょ、くるくる回ることもできます。はい、ではここからスピードを上げていこうと思います。私が落ちないようにちょっとね、皆さん見守っててくださいよ。はい、では波足から早足。さあ、ここまではいいですね。では駆け足。はい、ちゃんと走ってくれてます。おー、倒れそうになりましたが大丈夫ですね。じゃあ皆さんの前で止まってみましょう。せーの、ね、おーおっと、あー、痛く止まることができました。あー、ちょっと危なかったですね。さあ、ではりんちゃんからは降りようと思います。はい、じゃあ無事裸馬で乗ることができました。はい、じゃあですね、また道具のつけたお馬さんに乗らせてもらいます。よいしょ。はい、じゃあ今度はですね、乗った状態でお友達のりんちゃんと一緒に走れるかどうかやってみたいと思います。さあ、ではホッパー君、りんちゃん迎えに行きましょう。さあ、りんちゃん、ホッパーの隣についてくれますか。はい、じゃあ一緒に歩きましょう。お、さっき一人で歩いていてたのにしっかりとついてきてくれますね。よし、じゃあ走ってみましょうか。走れる？どんどんついてきてます。 OK、 じゃあスピードも上げましょう。
アイダーとスピードに乗って走ってくれますね。アイダー、止まってみましょう。ボー。はい、しっかり止まることもできました。じゃあ、ここからですね、どんどんお友達を増やしていきましょうか。さあ、2頭から3頭になります。頭数が増えれば増えるほど、ちょっとね、難しくはなってくるんですけれども、じゃあマディソン君も入ってきたので歩いてみましょう。さあ3頭とも離れないでくださいよ。じゃあ止まれる？ああ3頭とも大成功。はい、じゃあどんどん増やしていきましょう。今回はですね5頭を連れてきましたので、あともう1頭木のお馬さんがいるんですけれども、はい、皆さんは初めましてのお馬さんです。バンクスという名前の男の子なんですけれども、実はマディソン君の弟くんです。弟になります。はい、ストップ。ちょっとバンクスくんね、場所変えましょうか。お兄ちゃんの隣に行ってくれる？お兄ちゃんのお隣です。はい、ちゃんと順番も変えてくれましたね。オッケー、では一緒に行ってみましょう。さあしっかりついてきてください。さあバンクス君はね、今回が初めてですね、フォースデビュー、ショーデビューが今日が初めてです。ちょっと緊張していますが、止まれるかな。おー、あー、止まることができました。さあいよいよちびっこも入ってきてもらいましょうか。一番小さなお友達ラピーちゃんです。ラピーさんも一緒に走ることできるでしょうか。よし、あ、走っていますね。さあラピーちゃん、お迎えに行きましょうか。さあラピーちゃん、行きますよ。しっかりとここで走ることがもうできたということで、今日はここでホースショー終わりにしたいと思います。はい、皆さんありがとうございました。こっちですよ、こっちですよ。はい、ストップ。ね、はいはい、ありがとうございます。テレビはですね、午後3時25分からもホースショーがございますので、もし皆さんね、お時間ございましたら、そちらの方も見に来てください。はい、ありがとうございます。